検体の正しい乗り換え方は何ですか刺激的な恋っていう要素でを増やそうとするのは難しいんでもちろんそこをキープするとか地理的に刺激的な恋の部分をの要素を増やすっていうのはあるんですけどプラスで人間的に好きな部分を相手の中にも見つけないといけないし自分の。 そういう部分も相手に見せていかないといけないんでもう今倦怠期入っちゃったんですよねってなると難しいんですけどなるべく刺激的な声をしてる間に人間的な魅力の部分を相手の中にも探して自分の中にも探してもらうっていうのをやるといいんじゃないかなと思いますこいつで告られて同い年の彼女がいるんですけど付き合ってる感じがありませんどうすればいいですか別れるべきですかもうちょっと頑張ってみたらいいんじゃないですか何を今頑張ってるかっていうかちょっと不明確なんでわかんないんですけどただ付き合っ で何もしなななかっったらそれはは付き合ってる感じはなくなりますよ自分ができることをするとか定期的にデートに行くとか相手が行きたい場所に連れてってあげるとか会うとか話すとか、まあ、日々のコミュニケーションがね相手にとっての価値提供になることもあるので日々のコミュニケーションを取るとか何かしら相手に付き合ってからも価値を与え続けないと結局何で告白してて、OK、されるるるかかって相手がが付き合うメリットがあるから、OK、すすんですよでよも付き合ってからそのメリットがなくなっちゃうとかえ継続しないってなると、まあ、それは相手からしたらすごい好きっていう感じでは来なくなりますよっていう。

会ったことないような人ってちょっと考えますってその場ではぐらかしてもう連絡一切取らない音信不通にするっていうことができてしまうんですよこれ職場でとか学校で知り合った人だったらこういうことしたらさすがに失礼だなっていうのもあってできないんですけど極論できてしまうっていうことがあるんで仲良くなるためにも付き合ってから良好な関係を築くためにも捕獲して相手が切るリスクを増やすためにも相手のプライベートにもっと踏み これはもう相手のリスクを作るためだけではないですけど極論どこでバイトしてるかとかどこで働いてるかまで分かったらさすがにそのサイクパス的な振り方はできなくはなるので相手が頑張ってください。告白はダメですまだ